わあセーーは、汗川ベイカーですはい,いあやっほーやっほーこんばんはこんばんは昨日ぶりでございますこんばんははいっぱいいらっしゃってありがとうございますみなさんこんばんはん <laughs> あーいっぱいいっぱいいっぱいいいっぱいこんばんは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 こんばんばはあーいっぱいいっぱいいっぱい今夜も配信ありがとう今夜も見てくれてありがとう <laughs> いやほー今日髪ボサボサだけど許してください今日もう朝から治んないんですこのこの跳ね具合がこんばんは カンブリア、カンブリア、カンブリア。眠くないですか。うーん、若干眠いかな。今日で六マルトライブ五百回でして、そっか。ゲストで呼んでもらえるように頑張りますね。眠くない、俺眠い。うん、若干眠い。おお、レイチャム、よー。<laughs> こんにちは。こんばんは。 もソファーも純白そうなんですうちんち真っ白全部白い殺風景のお家ですで今日何分やろうかななんかさすがに15分はちょっと短いかなってちょっと思ったんですよねどのぐらいがいいですかね 30分ぐらいはやろうかなとか思ったり思わなかったり無駄なものないですねないない何もない <laughs> 必要最低限のものしかないんです私はい今日も来ちゃったはいありがとう <laughs> お休みのタイミング お休みのタイミングって言われてもなどのタイミングだろうこんばんはテレビも白いテレビも白い体の負担に塗らない程度にありがとうございます豪邸いじりやめてもらっていいですか本当に豪邸じゃないのに <laughs> ソファーしかないソファーとテーブルとテレビとベッドだけこんばんはこんばんは遅い配信 遅い時間に配信ありがとうこちらこそ見てくれてありがとう寝落ち配信はさすがにしないかなかなくしゃみしたいくしゃみ間違えた花粉症デビューを今年した気がしますあこんばんはどんどん来ますねこんばんは最近ハマってること 最近ハンバーガー食べること <laughs> わかんないでもこの前一回食べたぐらいでも今度また,た食べに行く花粉症大丈夫ですあのねちょっと前のねなんか花,花粉症の人が「今日やばいわ」みたいな日はくしゃみが出るぐらいですかね。 ハンバーグじゃないハンバーガーの方ね。はいこんばんはレイちゃんこんばんはこんばんはレイちゃんもこんばんはこんばんは。レッスン楽しいですよ。ハンハンガーバーって言えばパティがねーあれ絶対食べれる。 ハンバーガーガどこのお店がおすすめでも私あんまり行ったことなくって JS バーガーっていうところははい私は好きですでも今度は違うところに行くのでまたツイッターにでも載っけますねこんばんはこんばんはどんどん来るどんどん来る 今日は何を題に話しますかどうしよう、お題振ってください何かありますか何かありますか一人で店に入れないですよ一人で外食できない系女子なんで <laughs> カフェはいけるカフェはいけますけどご飯系はちょっと難しいです JK バーガーね JK とかいつも いつの時代だろう34年前ですね寝る前にしていることをテレビを見ているずーっと朝起きたらテレビ家出るまでテレビお家帰ってきたらテレビ寝るまでテレビホワイトデーの思い出ホワイトデーの思い出じゃあ一旦じゃあホワイトデーの思い出いきますねと小学校2年生の頃に あドラマね、ちょっと待ってドラマの話とかはあったりしますねほ、えっと、小学校2年生の時に男の子にバレンタインをあげたんですよでホワイトデーくれるじゃないですかで手作りの抹茶クッキーくれたんですよでも小認ながらにめちゃくちゃ美味しくなくってそれは衝撃的なホワイトデーでしたねぐらいかな最近映画見た最近ちょっと映画見てないんですよね見たいのはね あるのなんだっけ羊の木は見たいのそれが今一番気になってますお一人様できないんですよそうラーメンもね一人で結局行ってないですそう今もテレビっ子なんですよ新潟駅解体工事するんだねもう今ずっと何年もか解体ん工事中ですよそう,そう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  ドラマねドラマねドラマねバラエティ番組も見てますよ SRF のランキング意識してる意識してないかも SRF のランキングこのさ10位出てるやつって何ですかこそうこれ気になってたんです 久しぶりに動いてるレイちゃんを見た去年のダブダブ以来去年のダブダブ一月あ二2月か2月のかな2月のかな月かな麗ちゃま元気そうで何より元気です体調は一切崩しておりません最近関真ちゃんに会って会ってないんですよ関真も忙しいですからね あ星とかのギフトを投げてくれた人のランキングそうなんですねわおありがとうございますイライちゃんも来たよはいありがとうございます人狼以来人狼は去年かなじゃあ,じゃあ去年の前半かなありがとうございますはいはいはいなるほどなるほどなるほどありがとうございます皆様ありがとうございます ねなんか鼻つらそうですよねなんかね今ねめちゃくちゃねくしゃみしたくくしゃみ出そうだけど出ない状態していいよって言われてもねできない状態のこのね今鼻の状態今わかるつらいの <laughs> そうですねあとは何かありますかいやかふあの、ね、くししゃみしててよって したいところなんですけどね、出ないんですよ。残念ながら。これね。あ、なるほど、花束とかもあるんだ。すげえ、すごい皆さん本当にありがとうございます。うわあ、いっぱい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 ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。わあ、すごいありがとうございます。 感謝,感謝感謝感謝旅行で行ってみたいところまずではとりあえず一回ハワイに行きたいんです私そうでこの前やっとあのー、中学生ぶりにあのなんだっけパスポートを作ったんですやっと特に行く予定ないけどでも来年一応家族で海外旅行行く予定なのであの はいそれを楽しみにしています泳げるの一応泳げますよ多分今のところ泳げる予定ハワイのどこへ行きたい普通に普通に普通にショッピングしたいハワイいいよね行ったことないけどいいよね あ行ったらインスタ映えする写真あげますあげますちょっとねそろそろねインスタ映えするようなねあの写真を撮らないとインスタが全然更新できないあパスポートの写真なんて全然綺麗じゃないんですよなんかねちょっとねやっぱ真顔ってやっぱだいぶ不細工にねなりますよねそう海綺麗なところいいですねインスタ待ち遠しい いやーそうですよねちょっとねあんまりね写真を撮る機会がないもんでねそう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 通りたいね雪国の人は南国に憧れる傾向が強いそんなことないんじゃないですかハワイもハンバーガー美味しいですねそうあんぐらい大きいようなねあの大きいハンバーガー食べたい もうこんなハンバーガーガ食べたいですよちょっと画面に映,れ映らないけど食べたいんですよねサイパン写真撮ると苦い顔になっちゃうからでもそれはもう治ったって言ってもらえたんで大丈夫です苦虫噛んだなんかでしょ顔になっちゃうってやつですよねもう大丈夫ですよストーリーねストーリーあげますねあなるべくあげます 旅行中親父無視してるだ、ね、で <laughs> しませんあのだから無視してないんですよ本当にただそんなに喋る機会機会っていうかそんなに喋ることないからそんなに喋ってないだけ <laughs> グアムはね行ったことあるんですよね1回だけ中学生の時家族でその時は食べたツイッターのわらわらはこだわりあるのないただね LINE とかもそうですけど あの文の5時に5時最後にわらわらってつけがち癖ですもうこだわりじゃない癖もうわらわらってつける癖ですだから特には意味はない <laughs> いやー皆さんあのギフトとか星とかたくさんありがとうございますちゃんと見てます見えてます漫 <laughs> 字は使わないな漫字わかんないえ語尾 なんか私なんか間違えたこと言ったあれ私なんて言いました語尾語尾語尾なんか違うこと言ったわかんないや何喋ってるかわかんない <laughs> 口癖は何ですかわかんない あ、ごめんなさい語尾ねあの、全然気にしてなかったですマジマジかそれなえ <laughs> マジかーって言うかなーマジかマジかですよびっくりマジかーじゃないマジか って感じよいしょよいしょあでもな、ね、何でもかんでもね何こう行動何ていうの何かす動作動作する時よいしょって思ってなくてもね言っちゃ分かって言ってるそうですね思い出しますね「それなそれな」もう言うかなそれな言うかなどうだろう明日あったかいんだよねそうなんですよね 十分あったかい方ですけどね最近もねそうだねーそうだねー私のあれじゃないけどね口癖じゃないそうだねー最近のマイブームなんだろう何何が好きなんだろうずっとね動画見てる動画見てます野球はねちょっと今ねチェックして できなくってね結果だけね見てるんですなんか運動してる時間あるときは外走るようにしてますあのアプリ使って何キロ走ったかとかあ来ましたありがとうございます新潟駅大丈夫なのかね大丈夫なんじゃないですか私が私の実家のとこは大丈夫だと思いますよ <laughs> 一瞬童話だと思う童話童話はな見てないかなえ今週末17日に桜咲く嘘嘘そうなの本当にんうん <laughs> 弟,弟は元気弟元気ですよ弟元気今年小4になるのかへえ最近ハマっている曲とかアーティストさんずなんかもう最近はもうずっとリトルグリーモンスターさんの動画見たりとか曲聴いたりとかしてます すごいですすよね、あの歌の歌うまさすごい <laughs> あの感動する何回でも聴けるなって思いますね <laughs> <laughs> 反抗期かな妹にはずっと反抗してますよねって思う <laughs> ジュピターいいですね でもやっぱ人生は一度きりを聞きたくなりますよね人生は一度きりをずっと歌声聞きたいでも私ねカラオケ行きたいんですよねでも一人でカラオケ行く勇気がなくってそうだから今迷ってるんですだから今はお風呂でしか熱唱してない あれって近所迷惑ななのかなどうなんだろう <laughs> チャムさんがん反抗期。私は反抗期じゃない。私は反抗期ないんで。 そう換気扇から聞こえちゃうの大丈夫かなまあでもいっか今んとこ苦情きてないのでうん大丈夫ですきっと <laughs> 多分相当うるさかったら多分言ってくるでしょう周りの方もねあそうだ皆さんちょっと今更ですけど拡散タイム入りますか入りますかっていうか拡散していただきたいので皆さんよかったらツイッター で拡散していただいてもよろしいでしょうか。ぜひともお願いいたします。で初見さんとかいらっしゃればよかったら私のツイッターとかインスタとかフォローしていただけたらありがたいなと思っております。拡散したよありがとうございます。拡散したよありがとうございます。してあるよさすがですありがとうございます。 いや皆さん行動が早い私すっかり忘れちゃうよこれは初見だね始まってすぐ拡散してるありがとうございます一回バッチリメイクしてみてえー、ええー、え <laughs> まあそのうち <laughs> そのうちねでも私そんなにメイク動画をちょっと持ってないので バナーを作らないのですかバナーってどっから作ればいいんだろう後で調べよ後で調べるでこ出しはしないでこ出しはしない前髪長ければねするけど前髪もあるからあるうちはでこ出ししない そのうちが多すぎほんと、ね、それですよね <laughs> 本当に女ほんとにそうですね基本的になんか「男っぽいよね」って言われることが多いですね「女の子っぽい」とか言われたあんまり言われないからでもちゃんと自炊はしようとは思ってますよ、うん、思っている そう男前ってことにしておきましょうそれが褒め,褒め言葉かどうかわかんないけどあのプラスに <laughs> 考えておきますはいどんなところが男っぽいんですかそれは私言葉遣いいは男っぽいですかそこそこなのかなサバサバした性格いいよね ありがとうございます。そう言っていただけるのが。下に兄弟が多いからか。ん男は弟だけですけどね。話し方が男っぽいのこれ。実は女の子っぽいのがレイジャムの魅力をありがとうございます。サバサバしてるところとか、結構合理的な考え方するところとかじゃない。えー、心が男前。 田舎の美少女って可愛いですありがとうございます嬉しいですなんだかんだ可愛いが一番嬉しいですよって思っちゃうよね <laughs> さっぱりしててかっこいいねえさっぱりしてるってよく言われますよねかわいさ誰にも負けてないやったイライラするところっていつイライラしました私 割とイライララしないですよなかなか怒んないもん私実は乙女やった可愛いかもってかもって何ですかかもってちょっとあれですね3回目にしてもう毎回緩すぎますかねこれね <laughs> 自分で自覚する乙女な部分えっそんなの考えたことないよ でも涙もろかったりでギャップあるかも涙もろいかな割と先に誰よりも先に泣いちゃうかもしれないですねあっゆるくていいのであればあっ当ですかビール飲んだとあーって言ってない言ってない私ビール飲めないんですよねってかまずねお酒が苦手まずねそっからですよねそう 泣き虫なのかなぁそんなことないんですけどね心配性心配性かもしれない心配性ではあるかもしれないかもしれないなんかわかんないそうお酒苦手ですねまだね味になれないあとねご飯の時に アルコールねアルルコールがね強い弱いとかじゃなくてね味かなご飯食べるときにね水かお茶しか飲めないっていうやつあとはなんかお酒ってなんか喉乾いてなくてもなんかずっとこうやって飲んでるイメージあるんですけど喉乾いてないのに水分を取ることができないっていう <laughs> だからお酒は苦手なんです <laughs> そう 焼酎ですかいやーその二択で言えばビール焼酎の二択だったら焼酎の方がマシかもしれないな <laughs> 日本酒ねー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 そんなに飲めないかなー 真夏に飲む生ビールね人が見てるのはね美味しそうって思うんですけどね <laughs> そうですね飲めないことはないんですけどね「れいちゃこんばんはこんばんは」えっていうかもうすぐ12時も終わっちゃう友達と飲みに行く日が来たら少しは飲むうーんめちゃくちゃ飲むな子だったら。 いいっぱい飲むかもしれないけど基本的には飲まないかないや炭酸がダメとかじゃなくって味がね苦手なんですそう <laughs> そうね新潟はきっと守護のイメージがありますよね友達とかはね日本酒とか全然飲みますよワインとかも全然飲める飲んだらどうなる飲んでも変わらない変わらないですね私はテンション別に 元々は割と高い方だし基本的に変わらないですねうんうん普通カクテルとかで甘いのは酔うってことそれとも苦手ってことお酒飲んでおつまみは大好きあのお酒飲まなくても基本的におつまみ食べてる食べるの大好き 飲んだら暴れさ暴れない暴れないですよテンション高くもならないしってか普通にもう平常普通ですずっとそのままそう変わらないってお酒めっちゃ都合じゃんっていうかね多分そんなに飲んでないんだと思うきっと酔ったことがまずない顔は赤くなります顔は赤くなる しょけん,ばんは初見ですありがとうございます実はアルコール強いのではなかろうかどうなんだろうそんなに飲んでないからわからないっていうまずねつぶれたことそんなのあ二日酔いもしたことないですねてかそんなに飲まないから記憶なくしたことないあ顔赤くなるとあんまり飲まない方がいいんだ そう気持ち悪くなるのが怖いから気持ち悪くなりたくないから飲まないそうって感じかなてて,て飲みながら配信はしないかな飲まないもんお家にねないもんお酒がそうですね 赤くなるのはアルコール弱いんだそうなんだまあ無理して飲んだことないです私 <laughs> 友達とご飯行って友達飲んで洋うがそう飲まない料よ料理酒はあります料理酒はある甘酒ね苦手かもちょっと甘酒ちょっと苦手かなそう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  二日酔いはマジ地獄の苦ししみでしょ酔いとか怖いもん嫌だよそうなんかめっちゃお酒の話で盛り上がってる <laughs> 聞き上手聞き上手なのかなそれって私自分で決めていいことなのかな割と人の話は聞くの好きですけどうん <laughs> 眠くならなければアルコール弱くないんじゃない そうなんですかねどうなんですかねパッチテストやったー高校高校かな中学校でやった気がするの気のせいかな高校かちょっと忘れちゃったけどやったやったけど結果覚えてないなーねーそんなに興味なかったんでしょうね <laughs> ああと1分で24時超えますよ30分になっちゃう。 梅酒はね長谷川でも飲みやすい梅酒だったらね割とあのもし飲まなきゃいけない状況がもし来たとしたら梅酒だったら飲めるかもそうそうそうね早いですねそろそろ寝ようかどうしようかなじゃあ20ちょっとえー、っと霧のいいとこでやめたいので24時10分ぐらいにはやめようかなっていう感じでいいんですか 皆様24時10分ぐらいにはお休みしようかなって感じでいいですかねはいありがとうございますはいはい皆さん了解はいありがとうございます <laughs> みんな了解ですて来たありがとうございますありがとうございます で、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 はいわわ、わ24時ホワイトデー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 イトデーイデーイ,ーイ,ー,イエーイ <laughs> 私は何のお返しもないですけどあの別にバレンタインあげてないし作ってないし何年ぶりだろバレンタインに全然あげてないのチョコあげる もららってなないいからあげれないだってだってそうバレンタイン何もしてない人には関係ないんですよねなんかそう寂しいホワイトデー自分になんかチョコでも買おうかなとか思ってる眠くないですかちょっと割と眠たい正直うんアイスあげるアイス欲しいアイスが一番大好きだ アイスが好きや今でもいいからチョコくださいえー、スニーカー欲しいスニーカー買えないよねスニーカーの方がいいねチョコよりねスニーカーだなホワイトチョコより普通のチョコが好きなんかね、なんとか味のチョコよりも普通のチョコが好き 今おすすめのアイス難しいわお花花束ありがとうございますそして400人ありがとうございますあチョコミントアイスね苦手スニーカーチョコなんてないねうわアイスクリームだすごいありがとうございますアイス好きって設定じゃなかったら設定じゃないんですよ設定じゃないよ <laughs> そんな私キャラ作りとか全然してないんで スニーカーの片方を上げる来年片方が嘘できれば一気に両方欲しいなできれば同時に欲しいかなわあ皆様ギフトありがとうございますほいほいほい嬉しいねえもうなんか設定設定やめてもらっていいですか私ちゃんと興味あって何かゆ喋ってますからねこんばんはヤっホー でもねあと10分で終わるよ10分ってか12時10分に終わっちゃいますけどこんばんはちょっとでも見てくださいそういろんなアイス食べますよ何だろう何だろうそれは難しい <laughs> イライラしてないですイライラしてないですそう ルマンダイス食べました年末年始に実家に帰った時に新潟で食べましたそう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 食べた食べたルマンダイスね関東が一番最後でしたもんね白くも美味しいデビーボーデンのでっかいのそうなんかこういう業務用みたいなやつね独り占めしたい相変わらずのいじられキャラ本当ですよね でもいじられるの好きですよ割とって言っちゃいけないのかないじられるキャラって <laughs> 好きとか言ったら意味ないですもんねガリガリ君ね夏に食べたくなりますよねでも割と夏も結構甘いの食べちゃうかも雪見大福も美味しいピノも大好きだしもなかもいいですねそっち系ね小豆はねあなんか久々に食べたくなってきたこんちゃむこんにちはこんばんはか 明日はレイちゃんの一人喋りがいいなえこれ一人しゃべりじゃないのえあコメントに反応しないでってことですかどういうことパピコもいいパピコもいいパルムいいパルムいいですねキャラメル味のパルム好きあの箱箱のやついいですね皆さんどんどん出てきますねスクショがキノコの山みたいになって。ジャイアントコンもいい青が好き青のジャイアントコン そうスイカバーねいいねスイカバーも夏食べたくなるやつねもうねもうねジャンボもナカもいいですねアイスいにレッツゴーコンビニイェイこの時間に外は出ないいい子なので最近近所のドンキが「あ久々に牧場絞り食べたいああいちご味とか苦手なんですよね」 バニラかかチョコか抹茶基本的にはこれ終わったらみんなコンビニ行きそうみんなで行こう400約453人様みんなでコンビニ行こういい子やいい子やっていうよりねこのあとやっぱ寝なきゃいけないんで外に出てる場合じゃないとアイス配信とかやばめっちゃアイス大量買いしてアイスこうやえて アイスでこうやって出していいのかなアイスって出していいのかき氷は好きですよ <laughs> そうそうそうねえアイスの話知ったらアイス食べたくなりますね31食べたいな31全種類食べたいハーゲンダッツの全種類食べたいあとなんだろうアイスのスタックあるので出る必要なし今から今帰宅したとこ アイス食べる配信したい。したい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 。ディコーチか。ディープルアイス。どんなやつだろう。うわ、誕生日配信アイス食べながら配信やばいね、いいな。明日の配信はみんなで同じアイス食べ。ええー、でも明日もね、ちょっと遅くなっちゃうんだよな。シャティーワンならコットンなんとか、コットンキャンディーですね。 おアイスを大人買いしてみたいしてみたい31の全種類一気に買いたい季節限定のものは飛びつきますか割と好きな味だったらでもこの春の時期のあの桜味とかいちご味とかはちょっとちょ,ちょっと苦手なのでちょっとあの食べないかなそうね飛びつくけど割と飛びつきがちだけど桜味とかちょっとストロベリー味とかは苦手かな みんなで何のアイスを食べているか報告いいですねレカちゃんこんばんはこんばんは明日の配信ない言葉はまるアイスとかどうでしょううんどういうことみんなで食べてるってことかなそう変化球より定番が好きなんだかんだやっぱ定番が一番おいしいあースーパーカップおいしい好き だけどねバナナ味がね苦手だな桜 <laughs> 味って何ていうのなんかカフェとかで結構よくありますよねそうねさくれねさくれいいっていうかねあのあと2分です皆様今日スクショタイムしてなかった明した日でいっか明日でいっか, <laughs> 明日でいいかスクショタイムね皆さん拡散してくれましたしね400 89名様見ていただいて今日もありがとうございますで、勝手に締めに入っております <laughs> 果物自体は好きなんですその果物自体は好きなんですけどその果物がなんとか味になっちゃってるのが苦手なんですよね明日は何時明日もねこれぐらいの時間になっちゃうと思うんですよねそう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 明日も多分この時間だと思いますそうなんだ ちょっと遅い時間なんですけど見てくれたらと思いますのでぜひとも夜更かし一緒に付き合っていただければと思います皆さん今日もたくさんコメントとかギフトとかお星様とかたくさんありがとうございますあーもうちょっとで500人行くとこだったかなあと1分毎日配信するの うーんとね毎日できるかわからないけどできる時にはちょっとはい配信できるときはしたいなと羽毛の <laughs> 直しておきますね <laughs> 明日だったら治ってるかな今日はちょっと髪の調子が悪かったあ500超えてます超えてる超えてる超えてるかな声も遅い時間に配信ありがとう声も楽しかったですありがとうございます 声も皆様遅い時間に見せ見てくださってありがとうございますちょっとこのスクショしとこ人数スクショイェイちょっと待ったまたちょっとスクショの音なっちゃったかもしれない <laughs> そうしましたら皆さんあっという間にお別れの時間でございます遅い時間に見てくださっている方コメントくださった方ギフトくれた方欲しくれた方皆さんありがとうございました明日も 大体この時間23時半ぐらいから配信する予定なのでまた見てください。おやすみなさーい。バイバーイ。切るねー。